はい、というわけでね、はい、今日の2組目のお待ちかねです。電気グルーブの皆さんです。どうぞ。ということでグルーヴな皆さんはですね、とりあえずミュージックリック初登場。そうですね、そうですね、そう、懐かしいですね、ここね。でしょ、さっきさっきクラッシュもいたし、ね、それでね、まず自己紹介から、はい、お願いします。西野卓球です。マリンと言います。こいきます。近藤です。どうも、よろしくお願いします。よろしく、はい、よろしく。今日はでもなんでおいでいただいたかと言いますと、はい、こちらのアルバムビタミン、はい、こちらがリリースされているんですよね、もはやね、うん、そうです、そうですよね、うん、それでね、明日これ2月1日だから今日は、うんうん、明日2月2日、うん、そうね、ニューシングル NO、 そうなんですよ、これはこんななってるんだよね、こちらがリリースされるということなんです、はい、この曲ってすごい前の曲じゃない？うん、昔からやってた曲なんですよ。そうだよね、うん。なんでこれが今回また？な、滝がどうしてもこれ。これでなんか嫌だって言って、ええ。俺に歌わせろと。ええ、歌滝歌ってんですけどね。あれ？そうなんですか？はい、それで、え？滝が歌ってんの？これ。そうでしょ、びっくりした。ちゃんと聞いてるね。そう、いや聞いてるよ、ちゃんと。だってでも今回のアルバムほら前に。歌うものとかあんまりないとか言ってたでしょ、うんうん、でもやっぱりこう自分の好きなものをやってなって感じがして、しかも誰の曲かだからすぐ分かるよ。あ、滝の曲、そう、滝の曲とか、まあ、分かる、滝の曲、滝は一応分かりやすいんだけど、うん、もし私やっぱり滝ってすごいと思う。まあやっとやっと感じてきました。やっぱこういった、そう、でもまあそれはいいんだけど、でもなんていうのかな、こう今まで電気グルーヴみたいな感じでこうアルバムがボンとあったけど、うん、今回やっぱりそれぞれの自分の個性とかやりたいことが、うん、よりなんかすごいわがままにやってるなって感じがしてね、すぐね聞いててね、あ、これは卓球だなとか、これはマリンだなとか、これはパキだなとかね、これは CM じゃけなんで笑うんだこれ。違う。そこのごめんなさい、だってわかりやすい、なんかね、もうなんかカラーっていうのかな、なんかすごいわかったからね、うん、なるほどなとか思いましたけど、いや本当に毎回、あともう一つね、あの音もそうなんだけど、ジャケットのセンスがいいなっていつも思ってたの。ごめんね。そう、前のやつ、可愛い赤ちゃんの写真がいいとかね、今回のもそうだし、これも全部滝がやってるんですけど、すごい、そこら辺がすごい、僕はいつもびっくりした。すごいですね。いや、もう滝さん何でもやるから、うん、楽しみだよね、だから毎回抜かれちゃって抜かれちゃってどうしようとか思ってない。でもこれはなんで、これがやっぱりビタミンだから、薬、ビタミン剤、それは、うん、そうですよ、うん。でもこちらの、でもね、あのさっき NO がリリースされましたけど、それでもデビュー3年、うん、そう、もうかれこれ早いですよね、うん、3年ですか、3年ですよ。気持ち悪いな、気持ち悪いですよ、ね、やめていったメンバー、ね、やめていったマネージャーいろいろなことが変化があって、うん、それになんか3年目にして思うこととかあります？もうぼちぼちマリンが辞めてもいいんじゃないそれはよく言われることですね。だって入った時から言われてたじゃん、なんで辞めないのかなって不思議なんじゃないかわいそう、でも本当に、でもね、私もやっぱ金欲しいじゃないですかそのちょっと不良っぽい言い方やめてくれない金欲しいじゃないですか、ね、俺今日初めて声聞いた。あ、そうですか、うん、テレビでよく見るじゃない、うん、でも喋ってないからどんな声してんだろうなと思って。あ、そうです、もっと喋ってくださいよ。あ、はい、わかりました。でもやっぱりね、うん、ピエール滝さんと石野卓球さんが2人でいたら、気持ち悪い滝と卓球がバーンっていたら、うん、その中にスルッと入れる人ってあんまりいないと思うよ。こいつかおばばぐらいだね何人わかるかな今ちょっとこのくらいの人しかわかんない、わかんないよね、おばばっていう人がね、いた昔なんだけどね、でもこのくらいの人しかわかんないと思うんですけど、はい、でも本当にねって、そういう意味ではすごいよね、マリンって。でも褒められてるんだか、バカにされてるんだか、すごいっていうか、鈍いっていうかね
いつまでも気がつかないから。でもさ、なんかこうそういうのってあるじゃない。例えばすごいさ、いい人で3人でしょ、うん、なんかこう一人ずつでいたらいいんだけど、3人となった時なんか合わないとかさ、うん、あるね。なんかそういうのでさ、うん、この2人に挟まれてさいるっていうことはすごいよね。でも合わないですよ。でもやっぱり続けてるってことはねえ。そういうことですか。よくわかんない。映ったわよ。かわいい特集を。わーかわいいマリーいということですね。ありがとうございます。じゃあさっきから言ってる NO、うん、こちらの方を今日はかけてみたいと思います、うん、じゃあ明日発売になります電気グループで NO どうぞ。長すぎる。電気グループの NO でした。髪の毛がぺったんこで、ね、素敵だわということで、電気グループの NO だったんですけれども、うん、いいよね、はい、でもなんかこの曲はあれだよね、ちゃんと聴いたらキュンとするよね。今アップになりました。なんで面白いんだ。じゃあサービス、いいか、うん、いや本当にそういうことがあったのかななんて思ったりとかして、はい、はい、ということで、はい、気になるベスト3、これ何、これはいいの、ちょっと置いといて、じゃあ第3位、はい、ダレン・エマーソン。ダレン、うん、ダレンって最新ギャグそれ。ダレンって誰。すごいな。ダレンって誰。ダレン、あなたは Who are you。 ダレンって誰って誰。ダレン・エマーソンってね、イギリスの DJ がいるんですけど、アンダーワールドってグループの人で、うん、今うちらが一番注目してる人ですね。あ、そうですね。どういう、昔ボーイとかやってましたよね。オードボーズとか、うんうん、あ、何、あのテクノの人。そう、うん、あ、そう、うん、ダレン・エマーソンって人、こういう名前でアルバム出してるの。いや、アンダーワールドっていうグループのメンバーなんだけど、うん、個人、ダレン・エマーソン個人としても DJ として活動してる人で、うん、ものすごく才能のある人です。なるほど。でもさ、本当にさ、うん、いつも音楽聴いてるよね。そうそうそう、君ったら。まあプリプリとかがほとんどだけどね。いや本当にこんなに音楽好きな人っていないなとか思っちゃうわ。はい、ということで第2位いきましょう。ということで、はい、ということで、はい、ペリエ滝。はい、ペリエ滝、さっきみたいにここにあのミネラルウォーラペリエってあるじゃないですか、ここに映ります。あるペリエのスペルがですね、ピエールにすごく似てるなっていう、はい。で、ちなみにスペルがこれなんですよね。本当のピエール、今この裏に書いてあるんですけど、これがこれなんですよ。だってピエールってさ、だってピエールってフランス語じゃない、ピエール・カルダン、うん、フランス語っていうかフランス人の名前で、でしょ、でしょ、うん、ペリエもでしょ、ペリエもペリエもフランスの店なかったっけ、うん、フランスですよ。で、持ってるこの人がフランスゴリだと。フラゴリ、フラゴリ。あ、それは気づかなかった、まだちくしょう。フランスゴリラ、ね、はい、フランスゴリラ。いえ、ペリエタキ、はい、1位だ、はい、そして1位、俺の空。これがね、うん、はい、これ漫画のね、いやいやいや、これ滝から、うん、これはね、ちょっと笑いごっちゃないんですけど、うん、あの俺の空ってあるじゃないですか、昔ね、刑事編とかあった、あのね、本宮博士の、うん、古くは男一匹ガキ大将なんて書いてた後半の何、喧嘩漫画の、うんうんうん、ね、もう老舗ですよ。老舗。そうそうそう、そうだよね。本宮博士が今ね、うん、あのヤングジャンプで書いてるんです、まだ俺の空を、うんうん、この間始めた、すごい長いね。今の俺の空がもうすごい。すごいよ。俺もね、一昨日ぐらいにその話聞いて、初めて聞いて、うん、もう大爆笑した。え、すごいってすごいって、面白くないの。あの人ほら、うん、モンゴルとか好きじゃん、すごく。ね、当然主人公のね、なんとかってやつ、名前忘れちゃったけど、うん、そいつはね、こう学ランを着てね、うん、汚い学ランを着た、うん、そう、野生児、うん、そう、野生児って感じだったんだけど、うん、モンゴルに行くのね、やっぱり、うん、でモンゴルに行って、おい、どうなんだどうなんだと思って、なんか2階建ての家ぐらいある馬とか出てきちゃって、なんかすげえなと思ってたら、その後にね、俺の空だよ、喧嘩漫画だ、コアハ漫画、俺の空に UFO が出てきたんですよ。UFO、うん、ね、うん、UFO が出てきて、どうするかっていうと、その学ランを着た主人公が、UFO に乗って、元宮たちが UFO を描くわけ、こうやって。あのタッチで。あのタッチで。劇画帳って書いてね。劇画帳に描くわけ、うん。で、また劇画帳に描くもんだからさ、もう全然リアリティな UFO でさ、それに乗って、こう、宇宙とか行っちゃって。
UFO に乗ったまま主人公がスペーシーなところまで行っちゃって学ランでね学ランでもちろんああで、もちろんで、その主人公がバーンとこうガッて目を覚ますとバッてドリアー宇宙じゃーい言うのねそれがもうすごくてどうしちゃったんだろうね普通ほら宇宙飛行士とかのそういう人が宇宙から帰ってくるともう人間変わっちゃうって言うでしょ、うんうんうん、で同じくその主人公もねなんか悟ってねそう悟って UFO 乗って行って帰ってくるんだけどやってることはモンゴルで喧嘩相変わらずはぁーとか言っちゃってなんででもだってなんで脈絡でその SF 感覚のものが出てくるの来ちゃってんでしょねネタがなくなっちゃってもうずっと書いてるから何かバーンって来ちゃったのかなそうそうだから元宮宏がこう UFO を書くっていうのは、うん、水嶋慎二が UFO を書くのと同じぐらいそうだよねの感覚だからねそうそうそうそれはそれは今すごいですよ俺の空はそれ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 はこれはもうチェックしないことはしなくてもいいんですよねでもなんかやっぱり漫画家とかもなんか漫画家とかもなんかずっと漫画家ってミュージシャンよりはもっとずっと一人でコツコツ書くやつってなんかバーンってなっちゃう時とかあんのかな甘久とかえ甘久って何なんでもないなんでもない甘久もなんか頭の蓋開いてたもんねのびさん見えてるもんお見えてるぞあいけねえ甘久って何気になってしょうがないそういう漫画家の人がいるあそう、うん、あれ笑ってる見出してるのかな調べよう近いってこっそり結構漫画家って出るよねそういう個人的な趣味今これにハマってんだよね、うん、ちょっとなんか絵に出ちゃうよね、うん、電気グルーヴの場合はアルバムの中に今これにハマっちゃってみたいな影が出るってことはないですか曲調に、うん、例えば今富士山が好きなのかなと思ったのねいやそういうことはないの富士山と漫画ですもんかな今俺はねカポエラとそんなのあんまないっすね、僕はねタレント業が忙しくてあそうだよね僕音楽二の次じゃないですかそうだよね、うん、なんでそれはやっぱり自分に一番合ってると思うからたまたまそうなっただけですだって私ショックだったらテレビ番組やってるじゃない、うん、それでさ最初電気グループだったのに、うん、途中からなんかその宣伝での滝まピエール滝だけだって、うん、滝正則滝正則そうそうになってたから、うん、ショックとか思ってさ俺もちょっとショックだった感じこいつマルチタレントとして追いつけ追い越せトカちゃんだからなんかまずトカちゃんの目標ついにピンでタレントになったのかとかもやっぱりそういう分担みたいなものがきちっとできてるからこそ、うん、まあもうじきやめますけどねこの人もでもじゃあまあこれからのなんか予定とかはそういうものがまあシングルがその2月、うんうん、明日で明日でしょ、うん、まあそんなとこですかね近いところほんとライブとかはまあねこの前ツアーが終わったばっかりなんで、うん、まだしばらくないんですけどほんと、うん、で個人活動とかはないのあの滝は抜かしてどうだタレント業あぼちぼちねいろいろやってはいるんですけど、うんうん、言い出すとキリがないんだよねあ、本当、うん、でもあのそれぞれいろんな仕事をしてね、うん、マリンもねマリンのモデル業とかねマリンミキハウスのミキハウスイメージボーイでミキハウスあの何だったっけ歌ってるじゃない羊とかやってああいうこととか似合うかもね羊とかやって歌ってわけわかんないなんだか羊持ってた羊持ってなんかねそういうのとか似合うかもしれない、うん、でも、ね、個人活動とかとグループ活動もなんかそれぞれ皆さん、うん才能が終わりですんで、うん、本当にまあほどほどにと、うん、ほどほどにでもやっぱりね、いい変な、こういう風に言ってたらなんかこっぱずかしいけれどもやっぱり言わないとこうかなでも何だよなんだよ、森屋か言えよ本当に森ヤングあの森ヤング香り森ヤングってか自主のピンポンすごいつまんないそれでなんかそういう、なんていうか、うん、やっぱりでもね、うんうん、ヒラヒラしてね、軽いけどね、うん、軽いように見えるけどね、やっぱいい音を作りますよそうだよ、うん、そうそう本当に、本当に皆さん頑張っていただきたいなとですかこれはこいつの愛情表現ですから、うん、か恥ずかしいんだよね、本当に、うん、テリアさんテリアさんシャイちゃんって感じということでですね、はい、次週のゲストでも発表していいですか、はい、次週のゲストなんですけ ど、はい、谷口聡一さん、はい、どうしてあのアクションスターの人ですね谷口聡一さん谷口聡一君そしてあの立花泉ですねあと立花泉さん、はい、楽しみです遊びに来てくれます、はい、最後なんですけど今月のよりましビデオ今月からはですね来週ゲストを来てくれでゲストで来てくれる立花泉さんのあの、猿の歌っていう曲なんですけどこちらを見ながらお別れですじゃあ今日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたじゃあミュージッククリックまた来週